からですね、あの、麻生会長のノートをですね。<laughs> 今日なんか、あの、このインタビューの予習までしてくださっていらっしゃるということで。毎日、日々つけてらっしゃる、これ日記なんでか。そうですよね。日記ですよね、えー。ちょっとこれを拝見させていただくことを許可いただきましたんで、<laughs> あの、ちょっとカメラを写させていただきたいと思います。これちょっと、日々どういうことを思考しながら、どういうことを書いてらっしゃるんですか。そうですよね。ですから。 まあ私自身そう頭がいい方じゃないからいろいろ忘れちゃうんでですねこう必ず一日こうメモパッドをたくさん入れてそれでこう会った人のところをこう書くわけですね「今日こういうのを聞いた」とかそれでメモためてってその夜か早く起きてこう書くわけですけどそうなるとやっぱりタイムマネジメントっていうのがすごく大事になるんで。 あの時間をできるだけ書くようにしてるんです何、ね、に三十分とかですね。だからこう朝起きた時間と寝る時間は毎日書いてるんですね。五時十五分に出て、二時三十分に寝て。寝うん、それからハギで子供たちとハギに行ったね。ハギとハギにから飯塚に移動したっていうこういう意味なんですけどね。愛は飯塚なんですね。愛はイズです。それで今おっしゃったように予習も必ずするようにしててですね。今日は買うテレビとの面談があると。はいはい ノートの初めにですね、はい、こう自分の大事なこと酒を控え時間を大切に高齢化社会対応の理想化的なまちづくりを飯塚で作るってこれは私のライフワークなんですけどね、はい、後藤新平が自治参決ってこれはもうすごく大事人の世話にならぬよう人の世話をするようにそして報いを求めぬようこ後藤新平さんが言われたら非常にこれ大事だなというようなことで、はい。これ これは YA っていうのは自分なんですけどね、はい、豊かそうには多くの現場が与えられている明るくする能力も与えられている今日も元気でいこうぜとうマイク・マンスフィールドっていうのは私の好きなアメリカ大使なんですけど、はい、がお袋のこと e シー c h チャーミング・レディ y but be careful she bites」<laughs> っていうねこう,こうした着替えお袋を持ってたわけですねバックボーンを持つってね、マイク・マンスフィールド大使も。 それ私自分で麻生っていうのはミッションである貢献としての実績を出すと言ってるけど本当に出てるのかなと社会システムへの貢献と言ってるけどね出すって言ってること出てるのかなまあそんなのこれはもうしょっちゅう見てますそれで本もですねこの期間に読んで大事な本で大事なメッセージをいくつか書いてですねこれを見て森晋三先生の本そう森晋三で10代のための人間学でですね やっぱりすごいなと思ってるのはやっぱり雷三葉がですね、はい、13歳の時の「立志の歌」っていうのをねやっぱりそういう歴史にその名を残るような人間になりたいって13の時言ったわけですよねはい、はい、それに対してやっぱり自分は何をしてんだと63にもなって、はい、いうようなことをですね<ー>こう自分に言い聞かせたり<ー>面白いですよ。あそういうそうそうそうですそうでうそ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  学びと思わざればすなわち暮らしとかね「地候合一」とか、まあ、これは先生ですよねこれまさに日記とおっしゃいましたけど麻生会長とってモチベーションブックみたいなそうですねこ<ー>ういう,こうシスター渡辺和子って私本当に尊敬する90代のシスターなんですけどね。はいうん これすごいよね人間の愛というものは一定の大きな器に入った水のようにその部分を汲むと残りが減るというものではないむしろ泉のように汲めば汲むほど澄んだ水が湧き出て使わなければ枯れてしまう性質を持っていますやっぱりそれはやっぱりこれは水産渡辺というのはすごい方だなと思うんですよね求めをさらば与えられないこれ ルカですけどという意味は決して求めたものが与えられると約束してないよと私たちは往々にしてて欲ししいいものを願っているしかし神が与えたものは私たちが必要としているものでありそこに神の愛があるだから求めてくんねえじゃねえかって言ってもしょうがないよというような感じのことをこう自分にですね楽しみに。 それ必ず月始めと月 <laughs> <お>、はい、終わりにはその7月はどうだったかっていうのを反省する毎日辞書を引かない日はないようにして、はいはい、とにかく何か文献読んでるから必ず単語わかんないからそういうことと最近はもうやっぱり力がないんでやっぱり何かチャンスあったらね恥ずかしくもなく手あげる。 場んバカずきもあると思って手あげて面白いこういう小中とかさ漢字わかんないのをねそうそういう執念とかいうとオブセッションとかさピンリクティブそれは電子辞書でね辞書を引いた時はね必ずこう欄外に書くのここにもあるでしょこれなんだ誘致」。 誘致、俺これ、誘致ってうに間違えて、誘致でのアトラクトするっていう英語も、縁側はどういう字かなと思って、ポーチとか、好奇心のキュリオシティとかね、虐待なんてさ、はい、この字、どっかで虐待って書いてあるんだと思うんだけど、アビューズとか、イルトリートメントとかね。じゃあもう、ルールがこれ、何年間これを続けてらっしゃるんですか 社長になる前からですよね。社長になる前から。淡々となって小文字だってしゃなった。淡白パクのタ He is quite indifferent to fame and riches っていうんだね。この面白いなと隠質なとかスライなって本当に久しぶりに辞書を引いた。30年間これを毎日欠かさずしてらっしゃるっていう。いやでも本当に成績学校の成績だってスレスレで。 だから僕は障害学習とかみんなに言ったら同級生がみんな笑い出すと思うんでねお前みたいにね勉強しなかったやつはよく言うよって思い学生時代そんな勉強されるほじゃなかったああしてないですよ僕はあのー、何で目覚めたんです何でこの障害学習に目覚められたんですいややっぱ責任じゃないですかねああああ責任とやりがいと面白さ自覚とかうんやっぱりそれが ねえこのまま日本このままじゃ大変だって飯塚から変えなきゃっていうのは「フロム福岡」で FF をやってるんですけどねまあ私は不可能じゃないと思うんですけどね変えていくことは。う